新潟県立柴田高等学校は新潟県柴田市に所在する県立高等学校である。愛称は柴田か。柴田地区の高等学校で唯一スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。高尚1896年に柴田町外の67課長村組合立北神原人情中学校として開校した。旧制中学校への転換や学生改革など、 幾多の変遷と解消を経て、現在に至る。創立は120年を超える。現在の校舎は2009年3月に竣工した。開学当初から上級学校への進学に対応した授業を展開しており、1時間あたりの授業時間は55分となっている。2010年代に入った近年も、県内外の国公立大学へ進学する生徒が、 多く見受けられるが、2016年度には、東京大学に現役合格する生徒もおり、その他にも、全国各地の公立大学に進学する生徒が多く、見られる。平成30年代に入った2018年7月には、本校の野球部が、第100回全国高等学校野球選手権記念の、新潟大会決勝に出場した。なお、この夏の高校野球大会における、 決勝出場は60年ぶりのことであった。本校はスーパーサイエンスハイスクールに指定されているほか、本校では ESD を推進し、科学技術分野で国際的に活躍する人材育成に取り組んでいる。制定、明治34年10月5日、作詞、渡辺丹治、釧路佐島公家は当時流行した、軍歌「勇敢なる水平の曲を使った替え歌で、10番まで、 ある。楽曲と楽譜はいずれも公式 HP 上で公開されている。1948年創部。2003年に花園初出場を果たす同窓会組織は芝高同窓会と称する。ありがとうございます。